皆さんこんばんは。ゆうこっちょたいちゃんです。ということで本日はですね、今週の月曜日からスタートいたしましたクリスマスフードの紹介でございます。やったで裏ね、ということでね、毎度毎度ハズレの前ノーリミットマーケットから、はい、今年もね紹介させていただこうかと思います。はい、めちゃくちゃうまそうな、ね、もうお腹すきすぎてやばい、ね、ということでもう早速行きましょう。はい、行こう。風が気持ちいい。ゆうこんち。はい、ということで買ってきました。はい、バスもねクリスマス仕様になってまして、はい、一足さっきお披露目みたいな形になってるんですけど、なんかスーパーニンテンドーワールドね、この前混雑でも映さへんかったんやけど、もうすげえクリスマス一色になって、もうちょっとツイッターで見ちゃって、あちゃー、なんかまだ見てないよなえなうということでね、もう皆さん待望のクリスマスフードでございますが、見てちょっと俺のお腹みたいな感じ。うわー、ほんとだまあ俺の場合ねここ真っ黒やねんけど言うな、皆まで言うな、自分で。はい、ということでいただきますはい、クラムチャウダーですね。これね、見ても食う前から言うけど具がすごいよね。大きいね。うん、で結構この前のさ、カレーのね、チキンカレーの具の半分ぐらいの大きさのやつがいくつか入ってるみたいな感じです。なんでこっちの方が食べやすいかも。いただきます。はい、うまうまいやろうな、まあ、クラムチャウダーってさ、基本的になんていうの、クリームシチューと違う部分って大きく言えばベーコンとあとアサリがクラムチャウダーの代表的な具材やねんけど、アサリが入ってないです。だからそこにちょっと期待しちゃうと若干ね期待外れな部分あるかと思うんですが、でもねよりその部分分のね癖がなくなってクリーミーになってます。ただベーコンはしっかりと感じられるので、まあ、クラムチャウダー感はありますね。だからクラムチャウダーとクリームシチューの間みたいな味がしますけど、だからクラムチャウダー特有のさ、すごいアサリ臭い感じ、うん、とちょっとザラザラしたさ感じってあるやん、クラムチャウダーっていうのがあんまり感じられへんので、結構ね皆さん食べやすい、お子様まで食べやすいね、もうシチューと言いましょう、一緒になってるかと。はい、買います。めっちゃ美味しいよ、うん、で、クリームチーズの風味も感じられるし、とても美味しいです。だからもう多分ビリバガーもさ、裏の裏の裏を書いてもバニ受けにしたんやろな、うんうんうん、これちょっと食べる、うんうん、食パンやこれ、味食パン。はい、お次はオムライスでございます。これね見て、これプチトマトかな、ね、あ、プチトマトですね、となんかパイ生地と、最高、これちょっとね大きめのハンバーグが入ってて、うんうん、でしっかりとオムレツに包まれてないかな、乗せられています。でね、このご飯がしっかりとチキンライスなんよね。そう、それ言おうとした、うん、チキンライスの上に卵がしっかりと乗せられています。いただきますと。はい、はい、ちょっと思ってたのこれ、え違う、こんなんもう思った通りの味でしか無理やん。なんかね、オムライス感あんまりないです正直。ハンバーグとデミグラスソースの味が強すぎて、うん、ほぼその味かな。で、ただ卵がねめっちゃトロトロで美味しい、うん、だからそんなになんかザ・オムライスっていう感じではないですね、うんうん、だからオムライスってさ、すごい2種類あるやん、デミグラスソースかかったちょっと高級な方と、うん、家庭で作るケチャップぶわってかける、どっちも俺めっちゃ好きやけど、どっちかっていうとその高級な方の味がしますね、はいはい、ただちょっとね1点だけ卵がちょっとちべたい
そうなの。卵がちょっと冷たいから、え、冷めたとかじゃなくて、冷めたとかじゃなくて、これはもともとかな。フォローするとするなら、多分ね、これあったかい状態で保存するとね、このトロトロ感がなくなるんよね。だからほんまにこのトロトロ状態をキープしたまま、卵をこれにトッピングするには、まあ、どうしてもね、この温度になっちゃうかなって思います。多分めちゃくちゃ美味しいよ。本当、そう、卵がさ冷たいとかっていうのはあんまり関係ないぐらい美味しい。パイも一緒にもらっていいですか。はい、はい、めちゃくちゃ普通のパイやから、これ合うか合わんかは人次第かな。俺はめっちゃ好きです。本当、うん、あ、でも結構小腹満たすフードには最適なサイズなので、こちらもおすすめですね。これ800円やけどごめん。あ、まあ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 、うん、850円やった、まあ、カレーと同じね、古いやと思うんだけど、まあいいんじゃないですか。はい。なんで笑うん。まあカレーがおすすめ度100やったとしたら、おすすめ度65ぐらい。昔の引きずるなよ。おい、もう新しいんじゃん、頭切り替えろ。いつもこうなんです。もう毎日毎日さ、胸ぐら使われすぎて、俺の家にあるさ、もう部屋着も首全部こんなん、もうへそまでね、大嘘言わんで、最後捕まんやん、ほぼほぼジェルコブみたいな服になってる、全部。あの、そうそう、容器ね、見て、これこの手がかわいい。何が来る？わおって感じ。え、そんな言い方やった？うわおじゃないね。わお。え、そう、だって弾けてるで。ね。はい、さやかの大好きなんですよ。本当に大好き。マック行ったら 100% ホットアップルパイ頼むので、うん、そんぐらい好きです。九州が、そういう目でじゃあお願いします。ただ見た目、もらった瞬間でーけーと思って、はい、ってるのはこれピスタチオですね。あ、そうそう、ピスタチオです。おお、あ、じゃあもうチョコレートの味多分濃いので、はいはい、半分チョコレートいただきますね、はいはい、いただきます。あのね、外はサクサクで、中もってもうパーフェクトで、今一口かじったけど、まだリンゴには届いてません。あ、そうだよ、うん、ごめんなさい、断面見えますね。で、めちゃめちゃ分厚いのよ、生地がすごい分厚いね、美味しそう。で、チョコレートもちょっとかじったけど、うん、めちゃめちゃ上品なチョコレート。そう、うん、だから結構食べ応えありそうね。だけどチョコレートのソース基本好きじゃないんやけど、これはマジでうまい。あらあら、これじゃあさ、ここさ、まだこれ追いついてないやん、うん、ここじゃチョコパイじゃん。ほんまや、ほんまや、ほんまや。チョコパイの味する？マックの三角チョコパイの味。チョコパイの味、よいしょ。リンゴのとこ行きますね。火を取り直して。あー、フルートみたいな食い方する。もらえる？合格です。あ、キモって出かけた。なんで？いや、あのね、はい、リンゴもほんまに、なんていう、シナモンもちゃんと香ってて、香る系か、それ結構大事やね、うん、か、大事、うん、アップルパイといえばシナモンやから。でね、ちょっとまた断面見えます。え、リンゴがでかい。でかめちゃくちゃでかい。え、俺が見たアップルパイ史上一番でかいかも。でかい、これは最高じゃない。で、なんかそのトロトロ感もあり、はいはい、シナモン香り、リンゴでかくて、なんかね、また入ってんのよ、上にミルクみたいなのが。カスタードかな、カスタードかな、うん、チョコがね、偏ってしまってるので、なんか全部この味で楽しめるかって言ったら違くて、だそれだと思って、あの、こういう食べ方いいかもね、ちょっと食べて、ちょっと食べてみたいな、飽きずに楽しめるかなと思います。これはね、マジでおすすめやから、さっきちょっとリピカプかな。そう、うん、これ俺食べる、チョコの部分食べる。いいよいいよ、これちなみに、800円でございます。そう、はい、これはええわ。こんな感じで、はい、いいですね、めっちゃ美味しい。食べる、どうぞ、うん、チョコ全部これやな、めちゃくちゃ美味しい、美味しい、これほんまに美味しいよ。あ、あ、あ、
あ、行きかけた。あのね、お紅茶がめっちゃ欲しくなる。あのね、あのチョコもめっちゃ乗ってるんやけど、全然くどくないね。そう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 。めちゃくちゃ上品で、これほんまにうまいわ。これやね、これやわ俺。これです。最後も食べてないけど、何度。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした、はい、3つね、まとめて言うと、まあどれもおすすめやったんですが、ちょっとね、アップルパイが頭一つちょっと抜けてたかなっていう感じですね、うん、まあオムライスとクラムチャウダーは良くも悪くもまあ普通っていう感じですね、うんうん、結構万人受けね、狙ってる感じなんじゃないかなって思います。クラムチャウダーめちゃめちゃサラサラやったな。そうやな、うん、びっくりしたね。だからどっちかっていうとオムライスはちょっと大人の人が食べちゃうとね、まあ人によっては満足できないような感じになってるかなって思います、ね、お子様ランチみたいな。そうそうそう、お子様ランチの感じですかね。はい、てな感じでございます。はい、またね、クリスマスフード引き続き他の商品もね、お伝えさせてシェアさせていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。多分明日もクリスマスフードレンチャンで、あ、ほんま、うん、出す予定なので、かしこまり。はい、スーパーニンテンドーワールドはね、中をあんまりまだね見てほしくないんで。あ、確かに。はい、なんか金曜日にね、あの土曜日か、土曜日にね、ちょっとみんなに見てほしい、ね、せっかくなんでね。何様やねということなんでね、はい、またね、土曜日にまたあのクリスマスの一周動画とか、はい、アップする予定でございますので、はい、お楽しみにお待ちいただければと思います、はい、我々も楽しみでございますね、はい、はい、では本日は最後まで見てくださってありがとうございました。この動画を見てね、クリスマスフード一つでも食べてみたいなと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。ちょっと音外れるので、パイやな、パイ、あ、パイはちょっと俺リピ格やな、あれ完全にね、あれさすがにちょっとうますぎたな、うん、あれはうますぎ。なんかさ、アップルパイってさ、結構そんなに美味しくても、なんか俺甘いだけのアップルパイって好きじゃないよね、うん、中にちゃんと酸味があったりしたから、そうそうそう、結構もう一つペロやね、あれペロ、ペロ、お腹いっぱいになるしね、ね、最高でした、最高です。みんな食べた報告してね。